トルミナセレメ。ディスチャージ。これだよな。行くぞ。ジェネレート。
よし、報告に行こうぜ。よう。どういたしまして。ありがとうな。よし、これで片付いたな。メディナ。ああ、すまない。少しぼーっとしてしまった。大丈夫か？ああ、別に何でもない。明らかに様子がおかしい。メディナが気になってるとすれば、例のことだ。俺がアドミニストレーターを倒したという事実。混乱を避けるために話していなかったが、やっぱりどうにかして伝えるべきなのか。なあメディナ、例のことなんだけどさ、俺がアドミニストレーターを倒したのは。それは言わなくていい。でも話すべきじゃないのか。本来ならば学生たちには話していないことだった。そうだな。ああ、私にはその情報を知る権利がなかった。ならばその権利を得る努力が必要なだけだ。いや、そんな問題じゃないんだよ。だから無理に話してもらう必要はないし、言わなくていいんだ。私はもっと対策本部の中心に入れるような努力をするよ。重要なことを知る立場になれるように。確かに信じてもらうのもなかなか難しい話だしな。何よりメディナはこの前明らかに混乱していた。もし魂が崩壊するような事態になれば取り返しがつかない。黙っておくしかないのか。そうか、分かったよメディナ。でも俺は。早く帰ろ。お疲れ様メディナ、付き合ってくれてありがとな。キリト。なんだ。なんでもない。なんだよ、そう言われると逆に気になるぞ。悪い。え、怒らずに本気で謝るのか。どうしたメディナ、熱でもあるのか。本当にすまない。さらに落ち込んだし、予想外にも程があるぞ。待て、お前は普段の私を何だと思っているんだ。もういつものメディナだ。これがいつもだと。お前失礼にも程があるぞ。なごめん、だってなんか今日ずっとメディナ様子が変だったからさ。ちょっとメディナらしくなかったから心配だったんだ。私らしいとは何だ。な、キリト、お前にとって私は。キリトにメディナ殿、お帰りなさい。よう、アリス。騎士長より調べてほしい案件があるとのことです。早急に来てください。メディナ殿も一緒に。そうか、また新しいカラントが出たとかか。あの滞在人の隣にはいつも誰がいますか。申し訳ありません、アリス様。具合が悪いのでその会議は欠席したいと思います。そうですか。では後ほど
私からメディナ殿に話を伝えに行きます。え、メディナ大丈夫か？様子が変だと思ったらやっぱり具合悪かったのか。早く言ってくれれば。大したことじゃない、頭痛がするぐらいだから。アリス、悪い、ちょっと待っててくれ。ええ、わかりました。では天幕にて待っています。それはあなたでしょうか、それとも私じゃない。メディナ。なんだ。具合が悪いのを引き止めて悪いけどさ、何か言いたいことがあるなら本当に言えよ。では一つだけで構わない。一つだけ？ああ、私の質問に答えてほしいんだ。なんだ。お前はもし自分の思いと自分の大切なものを天秤にかけることになった場合、一体どちらを選ぶ？難しい質問だな。でも決まってるよ。俺は自分の大切なものを守る方を選ぶ。それはなぜ？俺は自分にとって大切な人が傷つくのは嫌なんだ。できればもう誰にも死んでほしくない。お前も大切な人を亡くしたことがあるのか？ああ。だからもう二度と同じことは繰り返したくない。その後悔をしないために俺はみんなを守りたいんだ。兵行き取りも甚だしいな。聞いていて恥ずかしいし、なんかめちゃくちゃムカつく。なんだよ、聞いといて失礼だな。みんななんてどうやったって守れるわけないだろう。なぜそんなことを信じられる、信じようとする？いいだろ、信じようとするのは俺の勝手だ。まったく、恥ずかしいくらいお前の持つ正義は英雄らしいよ、キリト。お、最後だけ褒めてくれたな。質問の答えにはなったか？ああ、なったよ。私も自分にとって大切なものを守ることにする。そっか。でも頑張りすぎてあまり無理をするなよ。そのおせっかい、ほんとムカつく。え、またムカつかれたのかよ俺。ほら、アリス様を待たせるな。わかった。そうだ、この近くで猫見つけたんだ。また餌やりに行こうぜ。メリノ。頭痛がひどくなってきた、もう行くよ。ああ、気をつけてな。さよなら、キリト。よく寝たな。キリト。な、アリス、どうしたんだよ、いきなり入ってきて。メディナ殿がどこにもいないのです。お前何か聞いていませんか？え、いや何も聞いてないぞ。魔獣の討伐とか稽古に行ったんじゃないのか？荷物も何もかも消えています。それから対策本部に連れてきた冒険者たちも。え？アリスさん、キリト君何か知ってた？いえ、キリトも何も知らないようで。とりあえず王都内を手分けして探しましょう。ああ、結局王都内のどこにもいねえとはな。そうですか。アリス、大丈夫か？え、ええ、すみません。
平常心を失ってしまい、もう少し広い範囲を捜索できるよう巡回の近衛兵にも声をかけたわ。不朽の壁がある以上、飛竜も持たない彼女が行ける範囲は西帝国のみだ。つまり西帝国のどこかにはいるということ。冒険者全員を連れて行ったというのは少し気になるね。あの元老院統括代理ハーシリアンという男、彼の存在が何か関係している可能性もあります。その話は何度聞いても奇妙だがな、俺も長く生きてるっつうのに奴の名は聞いたことがない。いわゆるリセットで何度も記憶を消されちまったからだろうがな。つまり彼もまた凍結されていた可能性があるということですか。でも誰も知らないのは不思議。とはいえ今あいつについてこれ以上調べようがない。心配であることに変わりはないけどな。今はメディナ殿を探すしかありませんね。とはいえメディナのジョーちゃんの捜索にだけ人員を避けるほど対策本部の現状は余裕がねえんだ。魔獣の発生情報はあれからも続いている。そうだよな。だったら魔獣の討伐とカラントの駆除を行いながらメディナを捜索するっていうのはどうだ。ならば構わねえ。討伐に出た際に何かメディナのジョーちゃんにつながる手がかりを探してくれ。わかった、オンに切るぜベルクーリさん。見つかるといいねお兄ちゃん。ああ、みんなで討伐に出た時に探そう。メディナ、一体君はどこに行ったんだ。キリト、私も選ぶよ一番大切なものを。救世主様、ねえどこまで歩けばいいの。私たちの居場所までだ。さあ序章の開幕といきましょうか。北帝国で失踪事件を追っていく中、メディナは許可を得ずに冒険者の心を書き換えたことをアリスから咎められてしまう。だがメディナは腐敗した近衛兵たちを批判し、冒険者に治安維持を担わせるべきだと訴え、二人の対立は深まっていく。その最中現れた元老院統括代理ハーシリアンは俺を滞在人と糾弾し、メディナを最高司祭の復活に誘う。メディナに真実を問われるも、困惑した彼女の魂が崩壊寸前にまで追い込まれ、俺はやむを得ず沈黙。事情は話せなかった。その後は旧帝城にて女帝カヨーデの失った息子アロードの思いを届け、失踪事件を解決。北帝国には穏やかな日々が戻る。しかし王都に帰還して数日が経ったある日、メディナは突如冒険者たちと共に姿を消してしまう。この辺りね、魔獣が出たと情報があったのは。ああ、俺たちで早く片付けて情報を調べるための時間を長めに取ろうぜ。
キリト君、メディナさんのことを心配してるんだね。まあ。もしかして何かあったの？メディナと最後に話したの多分俺なんだ。メディナの様子がいつもと少し違ってて、俺ちょっと心配でさ。でも結局メディナが何について悩んでるかも聞けなかった。キリト君はどう思うの？メディナさんと冒険者のことだよ。メディナさんがあの人たち、 NPC と言える人たちに接触して気持ちを書き換えてしまうこと。俺はメディナが冒険者を書き換えてルーリットの村に住む人たちを助けてくれた時、すごくほっとした自分もいたんだ。うん、わかるよ。あの時冒険者が加勢してくれなくても、みんなで村の人たちを助けられたとは思う。でも冒険者たちに救われたのも事実なんだ。メディナのやり方は行き過ぎだったと思う。でもこの世界を守るためには人々が立ち上がり戦う必要がある。最終負荷実験の時が来たら。そうだ、今のままの戦力だと確実に人界はダークテリトリーの軍勢に押され滅びてしまう。それまでにラースに接触して最終負荷実験を阻止できればいいけど。もしうまくいかなければ戦争が起こる。そうだよね。その時はこの前みたいな事態じゃ済まない。セルカたちやこの世界の人々みんなに危険が及ぶ。でも今から人界の人たちに立ち上がってもらうことはあまりにも難しい。ああ、そして彼ら冒険者は多くの人界人と違ってどうしてか戦闘に慣れてる。無理強いは良くないけれど、もし彼らが自分の意志で俺たちや人界人と協力してこの世界を守ってくれるならと思ってしまうこともあるんだ。ごめん、まとまりのない話だよな。そんなことない。私はキリト君が選ぶ道についていくよ。だからメディナさんや冒険者の人たちとまたちゃんと話ができたらいいね。大切な友達なんだからきっと分かり合えるわ。ああ、だといいな。いつも仕事で坊主連れてここに来るが、そんな若い娘さんはこの辺りで見たことがねえな。知らない。いろんな人に聞いてみたけどダメだったか。うん、この辺りには来ていないのかな。闇の子供は西帝国に伝わる怖いお化けのお話だよ。油断したら闇に引きずり込まれて食べられちゃうんだって。言い伝えの歌があるんだ。僕歌うの苦手だから歌詞を読み上げてあげるね。ちょっと。闇の子供は話さず笑わず、ただ闇の中で手を血みどろに汚す。名前を聞いても答えない。親切なレオリアさんさえお手上げだ。ある時子供は結局わからなかったね、メディナさんのこと。まあちょっと気になる話は聞いたけど、とはいえあれはベクタの迷子の話の別バージョンみたいなものか。キリト君、どうしたアスナ。手繋いで帰ってくれる？戦闘中は話すから。もちろんいいけど、一体どうした？だって、お化けがいるかもしれないんだよ。まったく、相変わらず怖がりだな、アスナは。あの後、アスナは西帝国近隣で捜索を続けたいと言って、シノンやアリスたちと一緒に出かけていった。そして俺は対策本部で、魔獣の情報と、メディナの情報が入るのを待つことになった。キリト、今戻りました。どうだった？いえ、何も情報はつかめていません。そうか、一体どこに行ったんだろう。キリト、ちょっといい？シエタ、なんだ？巡回のこの衛兵からカラントの発見情報があったの。一緒にキリに来てほしい。わかった。あの、私も共に行っていいですか？ああ、
助かるよ。私は討伐が終わればそのまま西の峡谷の警護に交代で向かう。わかった、それじゃあ一緒に行こう。ねえ。了解だ。